もう今溶けてん。おはようございます。日曜日です。今日はね、実はお化粧のお仕事が入っているので行ってきます。1時から。あと2時間後だ。やば。早く用意しなきゃ。普通の学校にも行ってない14歳の男の子がいるんだけど、多分本当にダンサーになるために生きている子がいるので。投げない。すぐ怒ってる。何怒ってるの？ごめんなさいわ。うち。前のその男の子が。ダンサーになるために、ホームスクールとかやってるみたいなのね。会ったことないし全然よくわからないんだけど、とりあえずアポだけ入ってて、その男の子大事なオーディションがあるみたいなので、その子の化粧ヘアメイクを頼まれたので行ってきます。とってもありがたいですね。そういうのを職業に私もできてさ、やれたらいいんだけどね。おはよう、サルピヨン。おはよう。寒い、暑かった。ちょっとね。もうすまへん、テレビそうだよ。うわ。はい。うわ。者数が今ね、もうすぐで950なんだよね。で、1000になったら、2名かな、2名の人にこのね、リップスティックをもっと大きいサイズかな、なんかプレゼントしようと思って。で、私のお気に入りのこの口紅の色をなんか送ろうかな、当たった人にと思ってます。で、今から準備してます。そのメイクしに行く男の子の家に行くのに、テーマはこれなんです。ビートルジュースっていう映画があるんですけど、そのキャラクターの人でこれになりきって、で、なんかこうダンスをするらしいんですけど、とりあえずこうイサを使ってやってみました。こんな感じです。で、もう使った道具をもう写真撮っといて、これをここから移動させていこうと思います。パレットでしょ、どこにしたっけ。からパレット、こんなところ落ちてる。一応髪の毛が邪魔だからジェル持ってって、カラーパレットと、こら。
グラグラ、うわフォークポイして、今日も子供たち元気です。 180% エネルギーです。子供たちが暇だったからはるちゃん呼ぼうってなって、はるちゃんが家に来て、今からいつも通り家の前のモールに行ってます。ブーチがね、すっごいたくさん喋れるようになってね。ブーチ、昨日は女の子たち10人ぐらい集めてうちでムービーナイトをしました。映画見ました。でラザニア焼いてみんなにあげて大好評で、本当に大成功で、この借りた DVD を返しに行きます。見た映画はこちらになります。こちらホテルトランスベニア2、今から返します。これがスーパーの中にあるマシーンです。リターンをして入れてください。ここに入れます。向きが違うって、あ、こうだ。行ってきたいと思います。まあ雰囲気を見て録画していい感じだったら録画するし、初めて会う人だからさ、できそうになかったら、失礼っぽかったら録画しないんだけど、写真ぐらいは撮ってこようかな。行ってきます。やばい、超ピアノの音がする。というわけでただいま終わって戻ってきました。可愛い14歳の男の子で、もうね、冷静、もうね、あれはうちの子どうやったらああいう風に産むのに、同じ人間ですかっていう感じだよね。もう遺伝子の良さがね、全然違う。月とすっぽんってこのことだっていうくらいうちの子供たちとかは全然違った、やばかった。で今回はコンペティションがあるから、このメイクをやらないといけなくちゃいけなくて、でダンスの練習風景も見せてもらいました、ビデオで。でそしたら4人5人、5人の可愛い綺麗な細いバレリーナの女の子たちを引き連れて、その男の、この男の子が真ん中でこう踊るっていう素敵な設定の踊りでした。ぜひ頑張ってほしいです。で、あの本番も私が化粧してあげられるのかなって思ったら、なんとそのコンペサンディエゴでやるとか言ってて、サンディエゴまで行けねえよみたいな感じなのね。無理なんですけど、やり方をまあパパパッとお母さんに教えたので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今から春菜ちゃん散ってます。2月に春菜の誕生日にディズニーランド行くんだよ。本は行きましょうね。でもサリーが電話持ってきて、
でカメラを持ってきてレコードするんです。みんな楽しみにしててね。ブーチおはよう。起きました、ブーチも。で、今からちょっと出遅れてサリーのとこに3人で向かいます。頑張って。本当に歩いてきていい？あの、一回ラルフス寄ってデザート買わない？よし、とりあえずあのアイスキャンディーみたいのと、エクレアみたいなの買おうかな。ドラムスティック好きと思う？好きだと思う。サワナちゃん、昨日何でもいい。サンドイッチ。サンドイッチ前あったお家に。嘘。うん。一番奥の。早くて。あと。ふんけっかないと。溶け。もう今溶けてる。そんなことない。これとこれどっち？夫婦しても意味ないと思うんだけど。買う？これも。バカでしょ。で、これと、あと、あ、さて、私のね、そこに、あ、安い、このチップス、買っとこう。まだ持ち入ってないよ。あ、まだ先だ。うん、うまいと思うよ。うわー、うまいよ。そりゃそうでしょ、料理の鉄人のご飯なんだから。うん、今日のメニューはサラダと焼肉と、それからお雑煮だね。タケノコもあります。美味しそうだね。食べたい？うん、食べるの？うん。うんだって。うんって言ってる。うんって言ってる。あの、サラちょうだい、サラ。日焼け玉どんどん上げちゃう。はい。特製のお雑煮です。あ。この心にしみる味。あ、一個でいいかな。食べんのかな、この人たち。じゃあ子供たちはあるから。あ、ほんと？違う、エリちゃん。じゃあ2個お願いします。あ、強かった。あ、すごい。歯に乗りついてるし。もっと熱くないよ。ほんと？タケノコです。水つはくれれば。これ醤油つけた方がいい？このままでも大丈夫だし、醤油つけてもいいし。どこに乗っけんの？あ、なにこれ、おいしい。おいしいでしょ。うん、バターでやった？別に塩コショウだけだよ。うん、塩コショウだけ。このバターで焼いたようなこの奥深い風味が。でしょ、塩辛に七味、ね、醤油ちょっとね、醤油ちょっとかけてね、混ぜて食うと結構うまいんですよ。マミで一緒に行ってマクドーも買うけど、俺行くよ。あれ、あれ自分で食べるの？チアカヤドーニャ。どっち？おい、ありがとう。ピザ？うん。おー。おーは？メクサー。おー。おー。おー。
これでいいな。よかったね。なんかね、今すごいいいウェブサイトじゃない、 YouTube ビデオのサイトを見つけて見てます。アメリカの音楽にすごく興味がある人はこれ本当にわーって感じ。アメリカの番組かな、これ YouTube のね、これに行ってみてください。The Late Late Show with James Corden。 誰誰カープルカラオケっていつもなってて、この回はスティービーワンダーが車に乗ってくるわけ。すごい、最初は逆から始まって、これ面白い。Are you sure you're okay to drive? What? Just saying, are you sure you're okay to drive? あなた本当に運転できますか？大丈夫ですよねって言って、この人目見えないのにっていう、なんか始まりから始まって、で実際にこう運転しながらあの歌歌っていくわけで、歌歌ってて、この人のがちょっとすごい、奥さんがねスティービーワンダーのファンだから、ちょっと電話してもいいって言って電話したら、特別にすごい歌歌ってくれて、なんかこの人はちょっとうるうるってきてたりとか、あとね誰がいるんだろう、ワンディレクションもあるでしょ、ジャスティン・ビーバーもあるでしょ、ケリー・アンダーウッドもあるし、もうとにかくいろんな、マライア・キャリーもあるんだね。マライア・キャリー見てみよう。こうやっていろんなゲストが自分の曲が流れるから歌わなきゃいけないみたいな感じの番組で、すごい楽しいと思ってさ、いいね、ぜひ見てみてください。英語が分かる人はもっと楽しいと思う、意味が分かったらもっと楽しいね。これも。もう今溶けてる。これがスーパーの中にあるマシーンです。リターンをして入れてください。ここに入れます。向きが違うって。あ、こうだ。行ってきたいと思います。まあ雰囲気を見て録画していい感じだったら録画するし、初めて会う人だからさ、できそうになかったら、失礼っぽかったら録画しないんだけど、写真ぐらいは撮ってこようかな。行ってきます。やばい、超ピアノの音がする。というわけでただいま終わって戻ってきました。かわいい14歳の男の子で、もうね冷静、もうねあれはうちの子どうやったらああいう風に産むのに、同じ人間ですかっていう感じだよね。もう遺伝子の良さがね全然違う、月とすっぽんってこのことだっていうくらい
うちの子供たちとかとは全然違った、やばかった。で、今回はコンペティションがあるからこのメイクをやらないといけなくちゃいけなくて、で、ダンスの練習風景も見せてもらいました、ビデオで。で、そしたら4人、5人、5人の可愛い綺麗な細いバレリーナの女の子たちを引き連れて、その男の、この男の子が真ん中でこう踊るっていう素敵な設定のいい踊りでした。ぜひ頑張ってほしいです。もう今溶けてる。日曜日です。今日はね、実はお化粧のお仕事が入っているので行ってきます。1時からあと2時間後だ、やば、早く用意しなきゃ。普通の学校にも行ってない14歳の男の子がいるんだけど、多分本当にダンサーになるために生きている子がいるので、投げない、すっごい怒って怒って怒って、何怒ってるの、痛い今回は フーチー、まったく今回のその男の子が、ダンサーになるためにホームスクールとかやってるみたいなのね。会ったことないし全然よくわからないんだけど、とりあえずアポだけ入ってて、その男の子大事なオーディションがあるみたいなので、その子の化粧ヘアメイクを頼まれたので行ってきます。とってもありがたいですね、そういうのを職業に私もできてさ、やれたらいいんだけどね。おはよう、サルピヨン。おはよう。寒い、暑かった。ちょっとね。もうすまへん、テレビそうね。うわ。はい。私が化粧してあげられるのかなって思ったら、なんとそのコンペサンディエゴでやるとか言ってて、サンディエゴまで行けねえよみたいな感じなので、無理なんですけど、やり方をまあパパパッとお母さんに教えたので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今から春菜ちゃん家行ってます。2月に春菜の誕生日にディズニーランド行くんだよ。でもサリーが電話持ってきて、カメラを持ってきてレコードするんです。みんな楽しみにしててね。ブーチおはよう。起きました、ブーチも。で、今からちょっと出遅れてサリーのとこに3人で向かいます。頑張って。ね、ポンポンに歩いてきていい？
あの一回ラルフス寄ってデザート買わない？よし、とりあえずあのアイスキャンディーみたいのとエクレアみたいなの買おうかな。ドラムスティック好きと思う？好きだと思う。サワナちゃん、昨日何でもいい。サンドイッチ。サンドイッチ前あったお家に。嘘。うん。一番こっちの。早くて。あと。風景がないと溶け。もう今溶けてる。そんなことない。これとこれどっち？夫婦しても意味ないと思うんだけど。買うこれも。バカでしょ。でこれとあと、あ、さて私のね、そこに、あ、安いこのチップス買っとこう。ここにまだ餅入ってない。あ、まだ入ってない。うまいと思うよ。うわ、うまい。そりゃそうでしょ、料理の鉄人のご飯なんだから。今日のメニューはサラダと焼肉と、それからお雑煮だね。タケノコもあります。美味しそうだね。食べたい？食べるの？うんだって。うんって言ってる。うんって言ってる。あのサラちょうだい、サラ。日焼け玉どんどん上げちゃうから。はい。特製のお雑煮です。あ、この心にしみる味。あ、一個でいいかな。食べんのかな、この人たち。じゃあ子供たちはあげて。あ、ほんと？じゃあエリちゃん。じゃあ2個お願いします。あ、強かった。あ、強い。歯に乗りついてるし。もう買ってないよ。ほんと？タケノコです。水はくれれば。これ醤油つけた方がいい。このままでも大丈夫だし、醤油つけてもいいし。どこに乗っけんの？あ、なこれ。おいしい。美味しいでしょ？バターでやった？別に塩コショウだけだよ。塩コショウだけ。このバターで焼いたようなこの奥深い風味が。でしょ、塩辛に七味、ね、醤油をちょっとね、ちょっとかけてね、混ぜて食うと結構うまいんですよ。マミで一緒に行ってマクドーも買うけど、俺行くよ。あれ、あれ自分で食べるの？どうね。後、おい、ありがとう。ピザ。うん。おお。おーは。メクサー。おお。おお。おお。これでいいな。よかったね。なんかね、今すごいいいウェブサイトじゃない。YouTube ビデオのサイトを見つけて見てます。アメリカの音楽にすごく興味がある人はこれ本当にわーって感じ。アメリカの番組かな、これ。 YouTube のね、これに行ってみてください。 The Late Late Show。
分の化粧終わりました。今チャンネル登録者数が今ねもうすぐで950なんだよね。で1000になったら2名かな、2名の人にこのねリップスティックをもっと大きいサイズかな、なんかプレゼントしようと思って、で私のお気に入りのこの口紅の色をなんか送ろうかな、当たった人にと思ってます。で今から準備してます、そのメイクしに行く男の子の家に行くのに。テーマはこれなんです。ビートルジュースっていう映画があるんですけど、そのキャラクターの人でこれになりきって、でなんかこうダンスをするらしいんですけど、とりあえずこうイサを使ってやってみました。こんな感じです。でもう使った道具をもう写真撮っといて、これをここから移動させていこうと思います。パレットでしょ、どこにしたっけ、からパレット、こんなところ落ちてる。一応髪の毛が邪魔だからジェル持ってって、カラーパレットと、フジこらごらんごらん、うわフォークポイして、ね、今日も子供たち元気です。 180% エネルギーです。子供たちが暇だったからはるちゃん呼ぼうってなって、はるちゃんが家に来て、今からいつも通り家の前のモールに行ってます。バイバイ。ブーチがねすっごいたくさん喋れるようになってね。ブーチ昨日は女の子たち10人ぐらい集めてうちでムービーナイトをしました。映画見ました。でラザニア焼いてみんなにあげて大好評で本当に大成功で、この借りた DVD を返しに行きます。見た映画はこちらになります。こちらホテルトランスベニア2、今から返します。